パンデミックの真っ只中、この青髪の戦士は彼女が自分の運命だと思っていた全ての希望を失った。彼女が魂を注ぎ込んだ音楽は耳が聞こえなくなり、世界が閉ざされた時、芸術家としての人生が途絶えたかのように感じた。彼女のバンドメイトも困難な時期のうち、彼女はメンバーなしでやり遂げるのに苦労した。しかし自分の中の火が消えそうになった時、彼女はこれまでに会った人々から教えられたことを全て思い出した。強く果敢で逆境に直面し戦い続けること。彼女の悪魔はおそらく88を超えているが、彼女の最終章にならないようそれらを倒すために使用している曲である。